高天神城、高天神城は、東東海国城東軍、肘方、現在の静岡県掛川市城土方、下土方にあった、日本の城。小規模ながら、山城として、堅固さを誇り、戦国時代末期には、武田信玄、勝頼と、徳川家康が激しい争奪戦を繰り広げた。優美な山の形から、鶴舞城の別称を持つ。 国の史跡に指定されている。2017年、平成29年4月6日、俗日本100名城、147番に選定された。高天神城は、菊川下流域の平地部からやや離れた、北西部に位置する。北の小笠山を中心とした、標高200メートル前後の低い山地帯を抜けると、掛川、玄掛川市中心部を中心とした盆地に出る。 演習どに面した河口には浜の浦という港があり、中世には水軍の拠点として知られていた。山の高さは海抜132メートル、周囲との飛行は100メートル程度と、それほど大きな山ではなく、城郭全体の面積もそれほど多くない。しかし、山自体が急斜面かつ、効果的な車の配置が施されたことで、堅固な中世城郭となっていた。 石垣はなく、多くの土塁が車の周囲を取り囲み、掘り割りも設けられていた。非常に実践的で、乱世ならではの城と言える。また、戦術の通り急斜面の山であるために、通路以外からよじ登ることは誠に困難である。南側の大手門から、東側の断急面に、武家屋敷があった。北側は絡めてであるが、同時に皇天神社の参拝道でもある。現在では、 車の構造や土塁、掘り割りをうかがい知ることができる。現在は地元の掛川市、合併以前の大東町が史跡としてよく整備しており、登山は比較的容易となっている。また、本丸には、麓の土方村、現在の掛川市か土方、上土方の住民が兵隊として、西南戦争、日清戦争等に出生した記念碑がいくつもあり、明治以降に、 地元民にとってこの山がどんなものだったか伺かい知ることができる。また、明治維新の元君の一人である、土方久本、土佐高知県出身の祖先が、姓の通りの片村のであり、その縁からか石踏みの一つは、彼の記号となっている。また、太平洋戦争前の時期に模擬天守が建造されたこともあった。戦国時代に天守が建造されたことはないが、落雷で消失した。 現在は、コンクリートの土台のみが残っている。皇天神城には自称、樹英の乱、原平合戦の際に築城されたとの伝承があるが、それと確認できる文献も考古学的発見も、なされていない。確実な文献としては16世紀初頭に、今川氏の家臣であった、福島女春が城代として、土方の城、肘方は皇天神城のある地域の地名に、 中遁したとの記述が初見である。ただし、発掘調査によると15世紀後半から16世紀、初頭と推定できる陶器などの出土があり、今川市進出以前に菊川下流域の在地勢力が爪の城とした可能性が指摘されている。福島市は天文5年1536年の花草の乱により没落し、その後は今川市に服属した国州。 小笠原氏が城代となった。今川氏は、吉本の時に大きく、領土を広げるもの、の、A63 年、1560年5月の桶狭間の戦いで敗れ、吉本自身もち死にする。A612 年、1569年、今川氏は、海の国の武田氏との同盟が、手切れとなり、武田信玄は、三河の徳川家康と同盟して、駿河信仰を開始し、 これにより今川氏は滅亡する。小笠原氏の当時の当主、小笠原氏京、小笠原氏女婦氏は徳川氏の家臣となった。しかし、間もなく武田、徳川両氏は敵対関係に入り、駿河、東東美の国境近くにある高天神城も、その各地区の舞台とな。元気2年、1571年3月から5月にかけて、武田信玄は高天神城や、 東三河の安ス城、野田城、吉田城を攻略したとされるが、これは、関係文書の年次否定の最高から天正三年、1575年の出来事であったことが指摘されている。信玄の死後、その枯渇よりも、天正二年、1574年に皇天神城を攻撃、猛攻を加えて結果二の丸が落城した。上司小笠原は、田、 徳川の援軍を期待したが、徳川単独で援軍を出す力はなく、織田軍は各地の一向一揆の対処のために援軍が遅れずにいた。こうした状況に絶望した、志助はついに降伏、皇天神城は解除した。子女、信置は、武田方に真珠を誓い、共に籠城していた、大須賀安高などは逃がされて浜松まで落ち延びた。信玄でも落とせなかった。 後天神城を落城させたことは、当時の武田勝頼の文明を大きく挙げることとなった、第一次高天神城の戦い。天正三年、1575年5月、武田氏は、長篠の戦いで、大きな損害を受ける。さらに、上杉謙信没後に発生した、お立ての乱において、上杉影勝の和睦要請に応じる。勝頼は、 北条方の上杉景虎との間に和睦を成立させるが、勝頼の撤兵中に、継承、景虎間の和睦が破綻し、景虎は滅亡する。これにより武田氏と北条氏の交渉同盟が破綻し、勝頼は継承との同盟を強化して、公越同盟を結ぶ。こうした外交関係の変化により、武田氏は、駿河方面において、西の大田氏、 東の北条氏を同時に対応することとなる。この間、勝頼は皇天神城の拡張を行って、縄張りを西側の峰、現在の皇天神社の藩まで広げ、城代として今川氏の旧審である岡部元信、正樹を任命している。一方、徳川家康は孔明、井上二又といった城を脱出攻略し、ことに諏訪の春城を脱出したことで、 大井川沿いの補給路を封じた。さらに付け城として、横須賀城など六カ所の拠点を築いて、締め付けを強化し、高天神城は、利点の裏で維持のための補給線が長く負担も大きなものとなっていった。そして、天正八年1580年9月、徳川軍は満を持たして、高天神城を攻撃した、第二次高天神城の戦い。 岡部元信は先程度の軍を率いて激しく、攻戦するもの、の、兵糧攻めにあって、兵の士気が大きく衰えた。勝よりも援軍を送ろうとするが、東西に敵を抱える状況で、それが叶わない状況が続いた。ついによく天正九年、1581年3月、逃亡する上兵が続出し、上代、岡部元信以下、そのことごとくが討ち死にして、 皇天神城は陥落した。わずかに生き残った城兵は除名されたが、武者奉行原見石もと、タの実が切腹させられた。これは、徳川家康が今川氏の人質であった時代に、原石が人質であった、彼に辛く当たったことを遺憾に思ってのことであった。また、西側の尾根を伝って、軍艦の横田陰松が脱出に成功し、海、山梨県の勝頼に、 落城の事実を報告した、この脱出道は、現在も残っている。なお、この皇天神城の攻防戦に最後まで援軍が遅れなかった武田勝頼の聖望が致命的に低下し、翌年に起訴し、星なしなど豪族が寝返っていく理由となったと言われ、信長後期でもことさらにそのあたりを強調する記述となっている。ただし、織田信長が、 老城側の降伏を拒否するよう家康に指示した書簡が現在残っている。このことから老城側がすでに早い時点で降伏の意思を家康に伝えていたにもかかわらず老城戦を長期化劇的なものとすることで援軍の出せない勝頼の性暴を意図的に下げようとした信長の策だったのではないかとの指摘がある。落城後、後天神城は廃城となり、 その後も城郭として整備されることはなかった。城の山頂に高天神社があったために山自体は地元のシンボル的存在としての役割を継続することとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。